殿、いいんですか。劉備とは命があるとはいえ、この合皮攻めは。ああ、奴らの方便だな。大方漢中を取りたいと言ったところだろう。だが構わん。劉備を入れての天下二分の計。こうして曹操を揺さぶるのがあるべき形だ。なるほど、持ちつ持たれつってわけですか。まあこちらが利用するより先に利用されるのは少々悔しいがな。そこは貸しってことですかね。細かい話は関係ねえ。喧嘩ってんなら腹据えて突っ込むだけだぜ。ち、あんたな、少しは考えるってことしろっつうの。いや、観念の言うことにも一理ある。敵の首相はあの長領。この戦、覚悟と先進なくしては望めん。うん、我ら孫悟の部、全力を持って当たらねばならんな。ふん、廃止時たちが部を示すならば、知略は私とロシクに任せてもらおう。おう、周遊だ。お体はもう良くなられたのか。ああ、心配をかけた。敵の陣容や地勢など、周遊殿と俺で司祭につかんだ。観念、亮太、俺たちの話をよく聞いておけ。二人とも、突っ込むだけでは能がないぞ。いや、だから一緒にしないでくださいよ。よし、行くぞ。孫悟の治癒、この合皮にほとばしらせるのだ。